デヒワラ・マウント・ラビニアは、スリランカの西部州コロンボ県の都市である。スリランカ最大の都市コロンボの南側に隣接しており、コロンボ郊外の一地域として、同市と強く結びついている。市内には都市化が進んだデヒワラと、ビーチリゾートのマウント・ラビニアという二つの主要な地域が含まれる。2012年現在の人口は24万5974人。デヒワラ地区には、 国内最大の動物園であり、アジアで最大級の規模を持つデヒワラ動物園が存在している。デヒワラとマウントラビニアの領域はコロンボのコロンボ6地区からスリランカ南部に向かう幹線道路であるゴールロードに沿って途切れることなく続いている。コロンボ周辺の衛星画像。海岸沿いの南側の地域がデヒワラマウントラビニア、デヒワラマウントラビニアは スリランカ南西部の西部州コロンボ県に属しており、州県双方の南北中央西部付近に位置している。北で旧首都にして、スリランカ最大の都市コロンボと接しており、コロンボ都市圏の一地域を形成する。地域は海岸線に沿って南北に細長い形をしており、北東では新首都であるスリジャイアワルダナプラコッテと、南ではモラトゥアと接する。デヒワラ地区は、 市の北部のコロンボとの境界に位置する。急速に工業化と都市化が進展しており、その立地と相対的に安い不動産価格からデパートやアパートが立ち並ぶ街並みとなっている。また、デヒワラはコロンボとマウントラビニアのビーチの双方に近いことからビジネス客や旅行者を対象とした宿泊地としても注目を浴びている。しかし、無秩序な発展と人口増加の結果、 広い範囲で公害が引き起こされており、これが社会問題となっている。マウントラビニア地区は市の南部に位置する主に住宅地から構成される公害地域である。ビーチリゾートがあり、ビーチのレストランはしばしば旅行者やのんびりとしたナイトライフのスポットとされる。ありがとうございます。